やべ、締め切らっちゃった。ぼーっとしてからやべ、こっちね、こっちちょっと投げてみようか。おお、出た、出た。ああいうとこにいるのはヤマメでしょう。あ、もう警戒しちゃったね、残念。どうしよっか。あそこに魚たちの正体、本当に全部カワムツなのかだけ見たいな。もうこれヤマメいねえよな、どう見たって。ここにはヤマメがつかねえよ。ということで、ここはもうスルーしましょう。何だったんだろうか、俺の先ほどの時間は。こんなに一生懸命やって、てっきりヤマメだと思ったらカワムツだったよ。もうちょっと頑張って上に行ってみましょうかね。ないか。出ませんか。出ませんか。出ないね。深いね、ここ。お、出た。ああ、乗らねえ。お、出た。あ、バレた。くそ。元気よく出たけどバレた。いやー、もったいない。やらかしちゃいましたね。サイズはそうでもなかったですけど、元気よく出ましたね。そしてバラしちゃいましたね。結構登っていくのがすごく大変なポイントではありますけど、魚はいい感じで残ってるのかもしれないですね。これ大変ですからね、これ川に入ってくるのも、川を登るのも結構大変なんで、魚は残ってるのかもしれない。さすがにもう無理だろう。2発目はないよね。ということで上流に行きましょう。もうそうだけど、もうちょいと向こうかな。あたりそう出ないか。ほら、じゃあここは、あ、出た。お、こんなとこにいた。すげえ。こんなけど、これどこで、よいしょ、ここでいいか。ヒレも綺麗だよね。ヒレ綺麗。よいしょ。海が釣れた。よかった。おお、綺麗。やったね。ちっちゃいけど。ちっちゃくてもいいです。いや、ほんとそこが大変ですね、ここ。いやいやいや。魚残ってるだろうな、これ。
くそ、今のはな、撮りたかったな。よし、よし、来た来た来た。あ、バレた。くそ。いや、チェックしよう。バレちゃった。ここもちょっと後ろに注意って感じだな。あんまり長くラインは出さない方がいいでしょう。よっしゃー、くそ。目の前だったな。目の前で魚が反転しましたけど、取りたいな。よし、まあまあ20センチはありそうだぞ。綺麗な山見が釣れた。嬉しい。これで何センチぐらいですかね。あ、これでも21センチですね。よし、すみません。じゃあ、リリースしましょう。え、綺麗だな。すごい勢いで入れてきました。やったー、嬉しい。雲行きがちょっと怪しいかな、として。あんまり長くはできないかもしれないな、これ。天気予報だと、午後からにわか雨の予報なんですね。残念ながらそんなにだから、長くはできなさそうです。午前中、9時前ぐらいから始めたのかな。で、今11時半ぐらいなんですけど、2時間半で2匹なんですよ。まあ、それなりになんか楽しめてますね。ボサカワっていうんですかね、これ。もう足がすごいんで、本当に走行が大変で、結構ストレスがものすごい溜まってたんですけど、これだけ、まあ、連れてくれれば、本当に報われるって感じですね。ここはちょっと流れが一本上すぎるかな。あ、なんだ今の。なんか、あれ山の？よっしゃ、来た。山のかな今の。なんかちっちゃい山のやつやけど。あ、バレてしまった。今のはカウントしてもいいかな。他にもな流れですけど、どうやって流してるかな。あ、なんかライブ車内ってことは手前にいる。あ、じゃあ手前から。あー、くそ。
な。よし、着いた。よし。あ、バレた。くそ。なんだよ。やらかしちゃったな。ちょっと雲行きが怪しいですね。なんかね、急に曇ってきちゃいました。こんな感じで。にわか雨の予報なんてな、あそこもなんかちょっとあの、もくもくと積乱雲みたいな雲が見えるんで、まあ、そろそろ戻った方がいいかもしれない。もうちょっと粘ってもいいのかもしれないけど。なんかあんまり大した流れではなかったですね。まあ、ちょっとなんか微妙ですね。いるかな。だいぶしましたね、今。よし、あ出たけど、あ、微妙だな。ちょっと変えるか。ぐらいを変えて、もう一回チャレンジしてみましょう。はい。同じエルフヘアタリスなんですけど、ちょっとね、シルエットが細いというか、あんまりこのミルクヘアが乗ってないようなタイプですね。もうちょい。ダメだね。はい。諦めましょう。この雪も怪しくなってきたんで、早いですけど、車に戻りたいと思います。昼ご飯食べて、まだできそうだったらまた別のポイントでやってみようかなと思います。では一回、車まで歩いて戻りましょう。